ブロードデザイン田島でございます。今回はですね、FP300 ファイルプレイヤープレビューソフトを出展させていただきました。このソフトウェアは、XECAM はもちろんプロレゾ、DNX などなどの、ファイルをプレビューすることができます。また、パソコンに出力ボードを搭載することで、映像出力としても確認をすることができます。はい、またですね、TIFF 画像を本線に合成することができますので、ロゴマークですとかセーフティーマーカーを合成して映像出力することも可能でございます。次はですね、パーシャルリトリーブソフト PR30 でございます。こちらの製品はテレビ東京様と共同開発をしまして、いかにですね、搬入されてきた素材を短時間で切り取って、納品できるかというところをですね、心がけて制作いたしました。で、一番のメリットは、番組交換基準にのっとって作りましたので、タイムコードをですね、打つ時間もいらずに、必要な部分だけを切り取って系列さんに渡すことができます。次はですね、韓国のメーカーである E2Work さんの製品を当社が、日本の総代理店として扱っております。今回新しい製品といたしましては、HDMI2SDI コンバーター、こちらの赤い製品が、そちらになります。HDMI 機器からの電源を供給を受けることで、実際にはもうこう電源いらずで本体を駆動することができます。はい、で昨年発表しましたのが、あとはこちらの SDI2HDMI コンバーターでございます。こちらも国内で約100台以上の実績がございまして、数多くのところで今安定的にも使っていただいている商品でございます。